はいどうも、キムちゃんです。今日はね、遊戯王カードの紹介をしていきます。もう最近遊戯王カードは、買ってないんだよ。お金がないから、もったいないからね。で、昔の遊戯王カードをちょっとね、紹介していきます。最初に紹介するカードは、サイバードラゴン。これね、前動画を、ね、ネタで、ね、破り捨てて、もうこんな風になっちゃったよ、サイバードラゴン。ペランペランペラーンつってなっちゃって。ひどい状態なのよ、これ。まあこういうね、とんでもないこともやってしまった。けど、次、最近カードの大切さを学んだからこういうことはしないの。次、聖なるバリアミラーフォース。これやばくない？ウルトラレアだよ。見てこれ、ウルトラレア。めっちゃやばいから、俺こういうの持ってるから。唯一のレアカード。今何円ぐらいするんやろ、つって。ネフティスの法王神、これね、当時、めちゃくちゃ価値高かったからね、このネフティスの法王神ね、昔めっちゃ高かったけど、今ね、サイトで見るとね、30円とか書いてあるの。えっつって、ネフティス30円、安っつって、はっつってんで、ちょ、ショックだった。次、バイサーショックとかね、これ、もう今もう100円ぐらいの価値しかねえだろ、こんな。もう、俺、小学生の時これ出るとめちゃくちゃ嬉しかったからね。バイサーショックとか。あと、100円の価値しかないカード。スケープゴートとかね。超っつってもう、これ今全然価値ないから。なんで俺こんな価値がない、ね、カードしか持ってねえんだっつって。で、唯一のね、ちょっと価値があるカードがあって。バリアルブックかなんかについてたね。カードなんだけど、悪夢の鉄折りってやつ。これ結構ね、これ結構価値があるらしい。今でも100円ぐらいの価値があるみたいだね、これとか。そうそう。そうなんだよ、つって。もう遊戯王カードもね、いろいろ捨てられちゃってね、もうほとんどないのよ。もうあと、しょうもないカード。邪帝ガイウスとか。100円とかもこれ、これストラクチャーデッキで当たるやつなんだけど。これもう全然価値ないでしょ、こんな。ねえ、なんつって。俺昔サイレントソードマンとかいっぱい持ってたの、レベル3とか、レベル5とかもうそういうのも一枚もないからさ。ねえ。はい、もうこれ。カスみたいなカード10円でしょ、これ。なんか昔買ったんだよ、これパックで。ブルーアイズホワイトドラゴンのなんか、簡単に手に入るやつ。価値ないっしょっつって。もう今までね、紹介してるカード、価値なししかもう紹介しないかな、今。紹介するカードがない。カード持ってなさすぎて、あった。ドドドバスターとかも結構俺やで、ね、これ。昔ジャンプのね、得点についてき、ついてきたカード。超レア。どうやって使うか知らん。あとその裏にあるね、ストラクチャーできた当たるカード。サイバーサクリファイスっていうね。なんか何度でも生贄召喚に使えるっていう超素晴らしいカード。このカードさえあれば、何度でも、星6以上のモンスターをフィールド上に持ってくることができる。はい、素晴らしいっつって。ね。もうなんか紹介するカードなくなってきた。その持ってなさすぎて。もうなんかあとはね、もうこういうわけわかんないノーマルカードとかしか僕は持ってません。あとこれとかね。ね、結論もうカードも持ってない。あとはね、超能さんのね、巨人時代のプロ野球チップスのカードとか。結論、俺の持っているマイフェイバリットカードは聖なるバリアミラーフォースのウルトラレア、500円ぐらいの価値しかないやつ。今100円ぐらいの価値かな。これが俺のマイフェイバリットカード。俺のターン伏せてある聖なるバリアミラーフォースの効果を発動。相手のフィールド上の表モンスターのカード全て破壊する。聖なるバリアミラーフォースマイフェイバリットミラーファイヤー。はい、まあそんな感じです。